問題です。私は何て書くでしょう。一文字目、二文字目。テストに出ます。どこで何、大分県の竹町商店街というところに船井焼きっていう商品があるんですけれども、それが美味しいのでそれを食べたいです。服ですか。指原は普段スウェットしか着ないんですよ。なんですけども、まあ、ちゃんとした服を着ていかないといけないので、でも竹町だからな。竹町ならスウェット以上、結婚式以下で。結婚式みたいに派手じゃないけど、スウェットよりマシな感じ。あ、制服がいいです。制服、今しか楽しめない。制服、はいはい。なんだよ、私すごいせっかちなので20分前行動なんですよ、基本的に。なので遅刻はしないと思うので、私遅刻したらもう本当に大失態なんですよ。この世の終わりぐらいの勢いなので、私が遅刻したら。なのでとりあえず、まあ待ち合わせは8校前ですかね。8校前で土下座します。しょうか。あ、そうですかってなると思いますね。それはもうしょうがねえなと。逆に謝ります。なんかごめんねって、チキンなので。え、そんな彼にもし一言言うとしたら、あ、自分が引くくらいメンバーの名前を出して向こうを引かせて黙らせます。引く、自分がめっちゃメンバーの話したら向こうは多分静かになるじゃないですか。静かにさせます。